1989年6月4日、中国当局が大学生らが民主化を求める運動を武力弾圧した天安門事件から間もなく32年。毎年記念イベントが行われる香港では、当局がイベントの開催を禁止し、天安門事件の資料を展示する64記念館も一時閉館に追い込まれました。香港の民主派団体、香港市民愛国民主運動支援連合会、支連会は毎年ビクトリアパークで天安門事件の犠牲者を追悼する集会を開催します。例年、警察当局は中共ウイルス対策を理由に開催を禁止しました。今年も同じ理由で開催を禁じました。香港メディアによると、警察当局は4日夜、ビクトリアパークの周りに1000人以上の警官隊を投入し、ろうそくを灯して天安門事件に関わる動きをする市民を取り締まる計画です。香港警察は他の地区でも取り締まりを強化するということです。このため支連会は64記念館で簡単なイベントを行う予定でした。しかし5月31日、香港政府の職員が同記念館に現れ、政府発行の公衆娯楽場の営業許可がないとして、公衆娯楽場条例に違反した疑いがあると警告しました。支連会の蔡耀昌事務局長は、アメリカラジオフリーアジア RFA の取材に対して、香港当局側が法的措置を講じる意思を示したため、弁護士などと相談した上で、職員や来訪者を守るために、2日から記念館の一時閉館を決めたと述べました。蔡氏は2012年に記念館を設立して以来、香港政府から初めて、公衆娯楽場条例に関して警告を受けたとしました。香港政府は昨年6月末に香港国家安全維持法、国安法を実施して以降、民主化への引き締めを一段と強めています。蔡氏は香港市民に対して各自が自分の方法で天安門事件を記念するよう呼びかけました。皆さん、大紀元ウェブサイトの会員登録はお済みですか？大紀元ウェブサイトでは最新ニュースがいち早くご覧いただけて、どなたでも無料でご利用いただけます。登録は簡単。この動画の概要欄のリンクを押していただき、ご自身のメールアドレスと任意のパスワードを入力して登録するのボタンを押してください。そうしましたら、ご自身のメールアプリを開いていただき、エポックタイムズジャパンから届いたメールアドレスの確認メールをご選択ください。メール下方に記載されている URL を押し、ログインボタンを押してください。再度メールアドレスと先ほど設定していただいたパスワードを入力してログインしたら登録完了です。エポックタイムズの記事を制限なくお読みいただくことができます。では真実と伝統を伝え続ける大紀元をお楽しみください。Thank you.